おはよう世界、めめしだよ、わしょい。こんにちは、めめです。富士山のピクチャーでオタク美容師をやっております。今日なんですけども、めめのおすすめ美容グッズをご紹介しようと思います。私ね、美容師なんですよそう、美容師、一応美容師をずっとねやらせていただいてるんですけど、まあもともとねセット師、あのヘアセットとか、まあ、あと、まあ、成人式とか結婚式とかのお仕事を経て、まあ、美容師になってるわけなんですけども、まあ、なんせ私、癖毛なんですよ。癖毛で、まあ、あの、宿毛矯正も3年前までしてたし、まあ、ブリーチしてて、ヘアケア商品ってもうめちゃくちゃ大事なんですよね。なので、その、美容師目線でおすすめ商品をご紹介しようと思いますので、よかったら見てってください。それでは、レディーゴー。はなんですけども、シャンプー、私が使ってるのはこちら、じゃーん、フェリータのモイストリペアシャンプーとトリートメント、こちらを使っております。これね、もうなんかめちゃくちゃ香りが良いです。非常に香りが良いし、あの泡立てて置いとくと髪のパックにもなります。で、まあ、公式にも書いてはないんですけども、そのトリートメントを最後ちょっと手に取って髪の毛に塗ってあげると、まあ、洗い流さないトリートメントのようにご利用していただくことができます。これおすすめで、ピンクヘアを維持してるんですけども、私あのピンクシャンプーめちゃくちゃ使います。じゃーん、これはまあ、ミルボンのガジェット、カラーガジェットカラーシャンプーですね。ストロベリーピンクと、こちら今年出た新商品、ハローピンクカラーシャンプー、あのグッバイイエローっていうのがすごい有名だと思うんですけども、こちらのシュワルツコフのこちらのピンクのシャンプーと、こいつ最近買ったエドルのカラーシャンプーですね。これ メーカーはタカラベルモンドなので、ルベルが出してるシャンプー、ピンクシャンプーになります。で、まあ、おのおのやっぱりピンクシャンプーって特徴がすごいあって、まあこうなりたいなっていうイメージに合わせて選んでいただいた方がいいかなと思います。で、このカラーガジェットのピンクシャンプーはどちらかっていうとちょっと紫みが多いので、ちょっと黄ばんでるなと思ってる時にこれを使うと、黄ばみが落ち着いて、でピンクが入るイメージですね。で、このハローピンクカラーシャンプーはすごい、なんだ、甘い匂いしてめっちゃいい匂い、良い良い良いです。で、これなんですけども、すごい、ポップな色味になります。なので、そのちょっと黄ばみとか落ち着いて色落ちした時にこれを入れると、あの可愛いピンクの髪色になるかなと思います。で、これなんですけども、あのディーラーさん曰く、なんかダイヤモンドの粉が入ってるっていう風に言ってたんですけど、最近このカラー剤を使ってちょっと染めることに私ハマってるんですけども、これはどちらかというとちょっとはっきりしたピンク、パッキリしたピンクっていうイメージがあるので、そのまま使うと結構派手なピンクになりますね。まあ、例えるとソマルカシャンプーのピンクに近いなと思います。ピンクシャンプーユーザー様、エドルの塩基性めちゃくちゃいいんで、皆さんよかったら使ってみてください。美容師の方、あのカラー剤にも混ぜることができますし、トリートメントで希釈して使える、とても便利な塩基性となっております。で、ボディーソープはこのフェリータのボディーソープを使ってるんですけども、私すごい手荒れ族なんですよ。手が荒れるんですよ、普通のボディーソープとかシャンプーとか使うと洗浄力が強すぎて、そういうことが全くなくてすごいスベスベになるのでめちゃくちゃ良いです。ちょっとそのシャンプーについてはまた後々に別枠で撮影しようと思います。こちらです、エルジューダブリーチケアジェルセラムヘアトリートメント、これなんですけどもうめっちゃ良いです。テクチャーはこういうちょっと、お、見えてるかな、見えてるか、ジェルっぽい感じになってるんですけども、まあ、さくらんぼ台ぐらい取って濡れてる髪に必ずつけていただきたいです。で、ブリーチケアセラムっていう風に言われてるんですけども、塗って乾かすときにドライヤーの熱で反応してすごいスベスベになるので、乾いた髪につけると結構大変なことになります。まあ、これブリーチ用っていう風に書いてるんですけども、まあ、ちょっと髪が太い方でも、あのちょっと柔らかいちょっと癖っ気の方でも結構皆さんオールマイティーに使っていただけるかなっていう風に思います。で、それプラスこのファイバープレックスボンドオイルですね、シュワルツコフが出してる洗い流さないオイルトリートメントなんですけど、これもめちゃくちゃいいです。これ塗ってからこれ塗るっていうイメージになります。
で、これなんですけども、ジガルボン酸っていうケアブリーチ、傷まないブリーチに入ってる成分がこちらのオイルに入ってるんですけども、そのジガルボン酸っていうのが割とこの日本でこの10年以内、割と最近に海外から入って認可された新しい、ね、成分となってるんですけども、やっぱり海外ハイトーンの方も多いし、日本とも形質が違う、でも傷まない薬剤ということで需要があるものが日本に入ってきたんですけど、これは本当にね、もうちょっと3000超えるぐらいなんですけども、すごいたくさん出ないので長いこと使っていただけるんですよ。これ良いよ、良いよ、良い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 です。で、まあ朝とかもちょっとつけてあげたりすると保湿になるのでおすすめとなっております。何個使ったかわからないんですけど、このジニールフランのメルティバターマーブミールボンから出てるんですけども、これねすごいいいんですよ。もうめっちゃ使ってる。もう何個目だろう、何個目だろうな。これはね、手のひらに朝とか取っていただいて、まあ毛先になじませて、で余ったやつをこう前髪とか表面につけてあげると、髪にほら、ツヤ出てない、ツヤツヤ、ほらツヤが出るんですよ。ツヤが出るね、ツヤが出るので、で香りもすごい良くて、すごい使いやすいですね。若い子が好きな香りっていうイメージなんですけど、これもめちゃくちゃおすすめとなっておりますね。やっぱり朝オイルつけるとベタつくよっていう方はもう絶対このバームですね、使った方がいいかなっていうふうに思います。甘い匂い苦手な方だったら、まあ、プロダクトのね、オイルワックスとかつけてあげると、それもかなりこうまとまりやすいので、すごいいいかなって思います。で仕上げのおすすめのスプレーは、もうこれもね10年レベルでもう何本使ったか分かんないんですけど、こちらです。はい、ミルボンから出てるクフラボリュームキープスプレーとなっております。もうこれね最高なんですよ。もう匂いもいいですし、やっぱりキープができるんだけど、ただバキバキにならないので、すごい使いやすいスプレーだなって。いや匂いもいいのよ。これなんだろうな、何の匂いなんだろう。もうこれうん、すごいなんかみんないい匂いですねっていう風に言ってくれます。このスプレーすごいで、まあ結構しっかりめなセットとかもキープができます。で私はこの茶色とゴールドがあるんですけど、この茶色の方が好きです。はい、スプレー難民の方よかったらこちら買ってみてください。めっちゃいいのよ、めっちゃいいしか言ってないヘアケア部門終わりました。でおすすめのドライヤーじゃーん、はい、レプロナイザー 7D プラス。いやもうこれはね人生変わりますよ。温風と冷風で使い分けることができるんですけど、冷風でこう顔に当てると美顔器にもなる。でドライヤーももう乾かすのもすごい早いんですよ。早いし、かなりこうしっかり癖を伸ばしてくれるので、お仕事用に最初買ったんですけども、ブラシで伸ばしながら乾かす手間がだいぶなくなって、もうこれは良すぎると思ってお家用にも買ってしまった商品となっております。で、このレプロナイザーを作っている会社なんですけども、植物を再生させる会社が作ってるものなので、まあ、使えば使うほど髪の毛が再生されるよっていう商品となっております。で初代から使ってたんですけども、まあ、初代から今7で、その 7D のちょっとさらに上も今出てるんですけども、もうこれはもう本当間違いない。今 3D、4D 使ってる方もぜひ 7D を使ってほしいなっていうふうに思います。本当にアップデートする価値ありです。良いよ良いよ良いです。はい、ストレートアイロンなんですけど、はい、こちらですね、クレイツのホリスティックアイロンを使っております。このストレートアイロンのいいところは、パサパサにならないんですよね。パサパサにならないのに、低温で140度でストレートをかけてもしっかり伸ばしてくれるのがいいところです。で、このやっぱりその安いアイロンもいいかもしれないんですけども、やっぱりちょっとお高いアイロンだと、このこう水分がついてても、その水蒸気爆発がしないので髪が傷まないです。もうこれほんと波ウェーブとかも使いやすいので、もう買った方がいいピッチャーではね、これのねコテも置いてる。
で最後に髪の毛巻くときに使うのはこのリファのこちらの固定20何ミリだろうこれ、ちょっと忘れた。はい、これなんですけど、これも140度ぐらいの低温でもパサパサにならずしっかり綺麗に巻くことができます。もうハイトーンの人ね、やっぱ高温でやったらあかんのよ、あかんあかん、傷んじゃうんでね。もう本当にこれも最近リニューアルしたのかな、したと思うんですけども、これも買う価値ありかなっていうふうに思いますね。安いアイロンとかコテとかってやっぱり髪の毛ってタンパク質なんですよ。タンパク質なんでやっぱりもう髪も傷ましてしまうので、やっぱり長くね使うって考えるとちょっと高いかもしれないけど、こういうちょっとしっかりした商品を買ってあげるともう買う価値ありなのかなっていうふうに思います。もうドライヤーに関してもね、もう本当ピンキリ、ピンキリじゃないですか、ピンキリなんですよ、ピンキリで、やっぱりなかなか壊れないので買い替え時に悩むなっていうふうに思うかもしれないんですけども、私も初代のレプロナイザー 2G 買った時に6年間使うことができたんですよ。なので、まあ日割り計算したら、まあ安いのかなみたいな。お家に女の子いる方とかロングヘアの方、もう宿毛矯正、もうブリーチ乾きにくい人とかも、ね、ぜひぜひ投資してみてください。いかがだったでしょうか。たまにはちょっと真面目な美容師の話をしてみました。常に私のいいなと思うものはアップデートされているので、またその都度に更新しますので、よかったら見てみてください。このチャンネルが少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではおやすみ世界、バイバイ。